ようやく年金全部揃え終わりました。ちょっとまだ暗いな。はい。でこれ見てもらえばわかるけど、まず年金を受け取るには、年金を受け取るための手数料っていうのをまず先に振り込んでおかなくちゃいけないんだよね。で銀行の一番上から1000円と1050円で、下から数えて3番目の段に2050円ってあるんだけども、これが、外国為替もしくは銀行の銀行小切手を換金されて受け取るために必要な手数料なんだよね。でこの手数料っていうのは銀行ごとに異なって、UFJ が5000円、2番目に安くて新生銀行2500円だったんだけど、最近値上げしてだいたい3500円かな。まあ少なくとも新生銀行は支店の数自体が少ないからあんまりおすすめはしないんだよね。でこの、僕が今使ってる銀行、これ東和銀行っていう、これまたマイナーな銀行だからあるのかな、あんまり全国展開してるようなところではないのであんまりおすすめはできないかな。ただ東和銀行がこういう外国の小切手とか、この輸出手形っていうのはオーストラリアのアニュエーションだよね、年金で。その輸出っていうのは多分輸出だから日本円でオーストラリアを買い戻すっていうことだから多分輸出になってると思う。であとはその銀行小切手を受け取るのに必要な口座もそうだし、あとはそのこういう輸出手形を受け取るための銀行っていうのもあんまり実は日本っていうのないから、僕みたいに東京から外れちゃってる場合はものすごい調べた方がいいんだけど、東京に住んでる人の場合にははっきり言ってどこでもやってると思うんだよね。であとこの年金をもらいやすくするには僕が使ってないんだけれども ANZ、 確かねオーストラリアにも現地銀行あるし、大阪だったかな、日本の支店は確か大阪限定であるんだよね。なんで ANZ だったら日本から現地に口座を開くのも簡単だし、こういう外国為替手形の、ごめんなさいね、輸出手形の受け取りもすごい楽なんだよね。だからまあ今回僕がオーストラリアワーホリで使った現地銀行はウエストパックで、帰国で使って、年金申請もしくは年金の受け取りに使った口座は東和銀行になるんだよね。で僕が調べた上では東和銀行が一番安いね。で東和銀行っていうのはこの2050円っていう振込があるんだけれども、この2050円っていうのが受け取り金ね。こういう外国為替とか銀行小切手を受け取るのに必要な最初に前金で入れてくお金になるんだけども、東和銀行は2050円、新生銀行は2500円からだいたい4000円ぐらいで、実は高くなってるんだよね、なんか値上げしてるっぽい。で一番高くて僕が調べた中では UFJで、これ UFJ もこの輸出手形を受け取らないの時に、これに対応している支店までわざわざ行かなくちゃいけないから、プラス交通費があると考えた方がいいと思う。運よく、都合よくそういうのをこういうツーと手形を取り扱っているところの近くに住んでいる人であれば、問題ないと思うけど、僕の場合には結構往復で1000円ぐらい出ちゃうから、だいたい2000円プラス7000円、1万円消えるって嫌だよね。でこれだったらオーストラリアドル100円換算で20ドルで受け取れるから、東和銀行が一番おすすめです。はい。であとはこの年金アニュエーションの申請の事実を知らない人がちょっと多すぎるからね、それもそれでかわいそうかなって思う。でこの年金っていうのはオーストラリアでは9年間保存聞くんだよね。ブログにも書いてあると思うけど、でも9年間のうち1年ごとにこの年金を預けてある民間のファンドが1年ごとにその手数料とか取っちゃうし、でしかもあとは政府もちゃんと没収してくるんだよね。なんで最初に行った製材所の社長なんて結構ボロクソ言ってたよね。
別に申請しないんだったら俺らが法律を守ってまでなんだろう永住する気もねえ連中に払う必要ないだろうっていうようなことは言われてるし、実際オーストラリアのこっちから見れば嬉しい問題だけど、まあ、現地から見れば変な問題で、だいたい年金っていうもの、まあワーホリメーカーが申請してなくて眠ってる埋蔵金のアニュエーションっていうのは、まあ、8兆円に上ってて、それを政府に没収されちゃうから9年後にはね。だから雇用主としては美味しくないよね。なので、まあ、とにかくまあ確定申告もそうだし、オーストラリアから帰国したらまあ帰国後仕事があるかどうかっていう不安は拭えないにしろ、今回僕が139,552円、53,816円、締めて19万1000円だね。でも19万円あれば1ヶ月就職活動したところで耐えれるよね。だから帰国後のとにかくお金の不安だよね。とにかくお金使い果たして帰ってくる人もいれば、まあ、僕みたいに貯金して帰ってこれる人もいるので、それはその人次第によるんだけども、とにかくもらえるものはもらっておいて、でこういうふうに年金っていうのがちゃんと戻ってくれば、うん、帰国後の生活とかにはまあいずれ仕事決まらなければ困るんだけど、そんなに困ることはないと思う。とにかく帰国後のリスタートっていうのは早くした方がいいし、まあ現実ワーキングホリデーって言っちゃえば自己満足だし、それのリスクを取って行く、そんで帰国後困るのもしょうがないけどね、まあ、とにかく会って重たいものではないから、こういうアニュエーションの申請もしくは現地で本来だったらもらえるはずのもの、あとタックスリターンだね、まあ、あと記事を合わせて読んでほしいけど、こういうものはちゃんと持っといた方、もらっといた方が絶対にいいと思うのね。であとこれは現地の銀行を潰さなくても現地の銀行にもう恒久的に出たんだよっていう、オーストラリア出国しましたっていうことを言えば、実は現地の銀行にも振り込まれるんだよね。で現地の銀行のセーブアカウントにでも振り込んでもらえれば、これまた増えるんだわお金が。だから帰国しちゃう人は別に潰しちゃってもいいんだけど、ちょっとまだどっか旅をしたいとか世界、まあ、バリとかアジア圏を旅したいという人は銀行潰さない方がいいかもしれない。俺の場合200万、まあ、2万ドルあるから、だいたい半年でね、少なくとも60ドルは OG ドルで60ドルはおっつ貯まる計算だから、多分 60OG ドルとかだったら、タイとかだったら下手すりゃそれだけで宿泊もできるし交通費も賄える気すんだよね。だから現地の銀行口座を潰す潰さないっていう駆け引きも実は潰さない方が良かったかもしれない。であと日本にいながらお金を定期的に動かしていれば政府にも没収されないから、ワーホリが終わったから銀行潰すっていう選択肢もある意味もったいない気がする。なんでかというともう俺潰しちゃって、その潰した後にこういうこと気づいたからすごい後悔がある。だって半年で60ドルなんて日本の銀行とか郵便局の貯蓄とか定期でありえない利率じゃない。 4.8% しかも海外は1日 4.8% もらえるんだよね。 4.8 ドルずつ、これはねすごいことだと思う。だからあんまりこれからまあ出国するかもしれない人がね、このブログ読んでたら、あんまり銀行潰すのは、オーストラリアの現地銀行の口座を出国して帰国するからっつって潰すのはあんまおすすめしないね。確かに為替差を差し引いたとしても、この外国の定期預金の口座でお金増えること確かなんだよね。だから資産の分散っていうことでは、多分もったいないことを俺してるから、まあ逆に僕の後悔があるので、これから行く人、今帰ろうとしてる人、もしくは帰国が決まって潰そうかどうか悩んでる人、これ一旦潰さないでそのまんまでいいと思う。で潰さないんだったら定期的にお金をいくらだったっけな、ウエストパックだったら
月1500ドル。ANZ だったら3ヶ月以上お金寝かしておくと、なんか政府が凍結させて没収するとかいう噂は聞いてるから、まあ、あとは定期的にお金を動かすっていうストレスはあるけども、そのリターンっていうのを見るんだったら、まあ、ストレスじゃないかもしんないね。まあ、とにかく20万弱僕は戻ってきました。で、あとは違法なオーナーの下で働いてて、実はないっていうことにもなりかねないけども、まあ、とにかく年金もらえるものはもらって、現地でタックスリターンはして、でその資金を自分で帰国後どう使うか、あとはそれをアジア圏で旅するのに使うのか、むしろアジア圏だったらそれだけで全然滞在なんてできるんで、ユーロ圏に行かなければね。オージードルってユーロとは相性悪いから、実は換金手数料バカに高いんだよね。だからまあバリ経由して、まあ、フィリピン行ったりマレーシア行ったりっていうので大陸捨て日本戻ってくる、アジアをラウンドするっていうんだったら20万あれば結構十分じゃない？まあ、その僕は20万だけども、まあ、その人にとっては、その人ごとによってはこれがいくら戻ってくるのか分かんないけど、まあ、とにかく年金申請してみた方がいいです。ちょっと長いけど、これでまあ一旦オーストラリアワーホリ完結かな。まあ、あとはそのぼちぼち情報を上げていくんで、ブログを見てやってください。ではでは。